絶景に浴衣で行ってみた。今回やってきたのはアンテロープキャニオン。何もない荒野をひたすら走るとやってきたのは怪しげな渓谷。ここからは動画撮影は禁止。入り口を入るとすでに美しい景色が。浴衣で来た人っているのかな。さらに奥に進むと、そうそう、この景色なんだか違う惑星にやってきた気分。どこで撮っても絶対にいい写真が撮れるよ。この有名な砂の滝、実はガイドさんがやってくれてるんだよ。ナバホ族の人なんだって。最後は2人で写真を撮ってくれるので安心。次の旅行アンテロープキャニオンで決まり。ぜひ浴衣で行ってみてね。